このビデオではアプローチのミスの原因であるトップやダフリを解消するための練習方法をご紹介します。それではアプローチのトップダフリなど防止してくる練習ドリルをご紹介します。少し手伝ってもらえる人がいたら、手伝っていただいて、練習をしてください。まずボールをセットしていきます。ここから1メートル、50センチほど先に膝の高さでこのようにセットし、クラブを持ってきてください。シャフトが当たらないように気をつけてください。はい、ではこの棒に当たらないようにクラブを振り抜いていきます。このようにすることで低く長くのフォローが取れ、すくい打ちがなくなってきます。イメージとして誰かに、シャフトを置いていただき、そこの下を通すようなイメージでスイングをするということです。皆さんもぜひ試してみてください。動画レッスンを最後までご覧いただきありがとうございました。三浦クラブです。あなたを会員サイトにご招待いたします。もちろん全て無料ですのでご安心ください。この会員サイトではまずはじめに知らなきゃ上達できないゴルフの基礎、ゴルフナレッジをプレゼントしています。77ページにわたるテキストと20分の動画レッスンでゴルフの基本は完璧です。基本をマスターすればかっこいいスイング、飛距離アップ、スコアアップなど全て手に入れることができます。ゴルフナレッジを手に入れることであなたのゴルフ上達のスピードは格段にアップします。会員サイトはそれだけではありません。ドライバー、アイアン、アプローチ、バンカー、パターなど YouTube での動画レッスンよりもさらに細かく丁寧にレッスンしています。随時いろんな情報をアップしていきますので楽しみにお待ちください。会員サイトへのアクセスは簡単です。 YouTube 画面下のこちらの URL をクリック、メールアドレスとあなたのお名前を入れ、こちらのボタンをクリックしてください。登録は完了です。3分以内に会員サイトへの招待状をメールしますので確認してください。万が一招待状が届いていない場合は迷惑ホルダーに振り分けられている場合やアドレス入力間違いがありますのでご確認ください。会員サイトではあなたのゴルフを革新させるレッスンばかりです。期待してください。それではあなたのお越しを心よりお待ちしております。